今回は身体的トラブルの予防、また演奏時の脱力を意識しやすくする目的で、練習の前後に行うと効果的な体操をいくつか紹介します。簡単なものをピックアップしていきますので、早速取り入れてみてください。まずは肩周りをほぐすとともに腕全体を温めていきます。両腕を左右に広げ、肩と同じ高さになるまで持ち上げます。この状態でゆっくり呼吸をしながら、グーパーを10回から15回反復。終わったら脱力。次は水平方向で止めず、垂直方向に持ち上げます。ここで同じように10回から15回。呼吸をしながら繰り返して。終わったら脱力。これを2、3セット繰り返すと、肩周りもほぐれ、腕、指も温まってくるかと思います。注意点としては、腕を持ち上げる際、肩が上がってしまわないようにしてください。背中側の肩甲骨がしっかりと動いている意識を持ちながら、肩の高さを変えずに腕を上げます。特に垂直方向へ腕を上げようとした時に、こう首が短くなってしまう方がおられるので、肩の高さは変えずに水平、垂直方向まで壊せるようにしていきましょう。こういった体部位を意識するということは、演奏においても非常に大切なことなので、この段階でしっかりと練習しておきましょう。次は演奏動作に欠かすことのできない肘から先の回転運動を行います。手のひらを天井方向へ向けたら、肘を90度前後に曲げ、手のひらを下向き、上向き、反転させます。できるだけクイックに軽やかに。この時に脇が空いてしまったりとか、肩がすくまないように注意しましょう。うまくできないという方は、肘が地面から引っ張られているようなイメージをすると安定するかと思います。また、テーブルの上に肘から先を乗せた状態で行ってみると、回転の軸は小指側にあること、これに気づくはずです。見えないテーブルの上に腕を乗せたまま、手のひらを返しているようなイメージで行いましょう。次に手のひらと指を温めていきます。親指から順番にグーを作り、小指から順番にパーに戻します。これができたら、小指から順にグーを作り、親指から順にパーへ戻す。逆行させます。最初は親指から握って小指から開く。次は小指から握って親指から開く。これをできるだけ滑らかな運動になるように反復してください。指の協調性を高める意味でも非常に適した運動です。次は腕から指にかけてストレッチを行います。左手のひらを右手の指にかけ、体の方へ引き寄せていきます。気持ちよく伸びるポイントを探して、ゆっくり呼吸をしながら7、8秒。内側が十分に伸びたら、今度は外側です。右手の甲側に左手をかけ、親指のあたりで右手の指をぐーっと押し込むような感じにすると、伸びるポイントが調整できます。これも同じくゆっくり呼吸をしながら7、8秒。右手が終わったら左手でも同じように行いましょう。最後に首周りをほぐしておしまいにしましょう。両手を組んだら後頭部へ乗せ上半身の力を抜きます。腕の重さをすべて頭へ預けるようなイメージ。首の後ろから背骨のラインが気持ちよく伸びるところを探して7、8秒ゆっくり呼吸を繰り返します。後ろができたら今度は前です。鎖骨を広げるようなイメージで肩を少し後ろへ引きます。そして上を見上げる。これも同じように7、8秒呼吸を繰り返します。最後に側面。
首を傾けた方とは反対側の手を少し遠くへ持っていきます。この時に肩が上がってしまうと伸びないので、肩の高さを変えずに耳と肩を遠ざけるような感じです。こうすると脇の下あたりもストレッチがかかります。これは反対だよ。ということで、どれも簡単なものばかりです。3分から5分あればできるかと思いますので、練習の前後で少しずつ取り入れていきましょう。